皆さんこんにちは、ディーホリックプレスのののかです。まどかです。あんなです。モネです。今回は私たちが選ぶ2022年のベスコスを紹介していきたいと思います。普段から愛用しているアイテムをスキンケア部門とメイクアップ部門でそれぞれ1アイテムずつ紹介していくので、よかったら最後までご覧になってください。それでは行ってみましょう。早速スキンケア部門から始めていきたいと思います。イエーイ。じゃあまずは私からで大丈夫ですか？はい、お願いします。発表したいと思います。フロウンのホーリーバジルフェイシャルパックトゥーフォーム洗顔です。へえ、パックで入ってる。そう、なんかスクラブっぽい洗顔なんですけど、バジルのパウダーが入ったスクラブで、だからお砂糖とかお塩とかのスクラブとは違って、うん、なんかジャリジャリ感っていうよりかは葉っぱのつぶつぶ感。ハーブが入ってるんだ。もう超ハーブ、香りも、バジルのすっごいいい匂いがして、でなんかこう肌に当たる感じとかもすごい柔らかい感じ、ですごいすっきりして、こいつかなと思って、はい、今日持ってきました。やめてください。私は、ブーケガルニのディープパフュームヘアセラムのホワイトムスク。変わっちゃった。今もつけてるんですけど、ヘアセラムなんですけどオイルみたいな感じなんですよ。なので普通にセラムとしてアウトバスでドライヤーかける前とかにつけるのも全然いいんですけど、もう香りが好きすぎて、でしかもなんかサイズ的にもそんな大きくないから全然私持ち歩いて香水代わりで使うぐらい本当に好きすぎて、そこまで重たくないので、なんかこうこれにプラスそのちょっとウェットにしたいときはプラスしてオイル使ってもいいし、混ぜて使ったりとかもするし、なんかこうベタベタしすぎないこう軽い仕上がりになるから、こういうストレート のヘアスタイルの時でもこうさらっと見せてくれるのがすっごいお気に入りで、ちょっと匂ってみて。めっちゃこうパウダーリーな、良くないですか？いいですよね。そう、なんかすごい、ちょっと甘いっちゃ甘いんですけど、これは絶対に持てる。しかもこう髪からさらっと香る感じがちょっとすごく女性らしくしてくれるので、もうこれはもうかなり使いまくりな。ちょっとスキンケアなんでちょっとヘアケア系いいのかなと思ったんですけど、好きすぎてもう今日はこれにしました。いい匂い。私もこの匂い好きすぎて本当はスクラブ持ってるんですよ。ハンドクリームとかもあって、で匂いの種類もすごくあるから他の匂いもすごい気になってはいるんですけど、このヘアセラムが一番推しです。じゃあ、はい、持てるぞ、はい、じゃあ次はアンナさん、はい、お願いします。はい、じゃあどうぞ。あ、そうそうそう。じゃあバビーメロンの美味しいバランスクリームを今年のベスコスに認定しました。いいですね。めっちゃ良くて、なんかテクスチャーが結構ヨーグルト的な感じで、重たすぎず軽すぎないという、ちょっとプルプルとした感じなんですけど、で毒ダミ成分が 80% 入ってるんですよ。毒ダミ成分っていうのが結構炎症の鎮静の効果の作用があって、私のムキビとか肌が敏感な人とかにも使いやすいものなのかなと思います。スパチュラもついてるので、手で取るとね、やっぱ殺菌が入っちゃうので、スパチュラがついてるっていうのも私すごいいい点だなって思いました。すごい衛生的で。もう全部言ってくれましたね。ベラベラベラと。でも本当にね、ディーホリックの社員の人はね、そうですね。みんなね、香りいいものだと思います。はい、以上です。ありがとうございます。じゃあ続いてモネさん、はい、お願いします。なんだろう、ありがとうございます。はい、こちらです。アンデイズユーのノーマーブラ
われましたね、うん、はい、バズってました。多分一時期クリマレーとかでも結構品切れだと思うんですけど、うんうん、これお風呂上がりに私使ってて、うん、あのコットンとかに染みさせて、うんうんうん、ここにパッティングするんですよ、うんうん、そうすると本当に毛穴が結構なくなってって、うん、いいですよね、本当にチルチル、そう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 、やっぱ何回も使っていくとどんどんこう綺麗になっていく感じがあります。でちょっと匂いがね、私結構、私この匂い好きなんですけど、え、私も好きです。あ、好きですか、うん、なんか爽やか、あ、そうです、そうです、スンって感じちょっとこれもハーブっぽい、うん、こうすっきりするね、うん、夜香りですよね。あ、そうそうそう、うん、リラックス効果も多分あるのかなっていうのと、うん、あと私結構ここの部分とか、あと鼻下もちょっと毛穴が気になるので、うん、まあ、なんか寝てる時とかにここも一緒にパッティングして使ったりとかしてます、うん、これ結構、冬は結構角質とか気になることもあるので、うんうん、おすすめです。マスクになってたらね、だいぶね、やっぱここが、ね、気になりますよね。オンラインでもすごい人気なんですけど、あの店舗でもやっぱすごく出るアイテムみたいで、うんうん、毛穴系のものってなんかやりすぎるとあんま良くないのかなっていう印象があるけど、パックなんで、うん、おすすめです。すごい、みんないい、はい、スキンケア部門はこんな感じでした、はい。じゃあ続いてメイクアップ部門に行きたいと思います。あまた私から発表させていただきますね。はい、お願いします。でで、え、もう私はもう絶対にこれ、あの間違いなく迷うこともなくもうこれでした、はい、ビーチシーのフェザリーピキシーカラーの、01番ブラックです。本当に超おすすめなんですけど、この、うん、コームを見ていただくと、うん、そう、うん、ここのね、毛足がすっごく短くってギュッと詰まってる感じ、うん、細くコーティングしながらちっちゃい毛を拾ってくれるからファサってなる感じが、すごいこれお気に入りのポイントなのと、これは本どれにじまない、私すっごいにじみやすいんですよ。でもこれね、にじまないんですよ。だからすっごくお気に入りで、根元だけグッてこうちょっとつけるだけでもパチッと感が全然違うので、もう毎日超ヘビロテして毎日すごい綺麗ですよね。めっちゃ綺麗で、ありがとうございます。今日もこれを使います。もちろんです、もう絶対毎日これ使います。そのぐらいすっごいお気に入りのマスカラです。じゃあ続いてまどかさん、はい、お願いします。あ、ぬく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 、じゃじゃん、セレフィットのザ・ベラコレクションっていうアイシャドウパレットになります。私も持ってる。すごい、めっちゃいい。そう、サイズ感が結構たっぷり入っていて、うん、9色中に入っているんですけど、うん、ハット4と、うん、グリッターが2色とシマが3入っていて、あのマットだけでもちろんメイクしてもいいし、うん、組み合わせて、うん、あのいろんなあの色を楽しめるんですけど、うん、このブラウンとか強そうに見えるんですけど、このシマのブラウンもつけた感じがなんだろう、ちょっと赤っぽいというか、うん、ピンクっぽいというか、どの色も結構コーラルっぽいような色味になっているので、うん、あの見た目の印象よりもすごく肌なじみがよくって、うん、すっごい使いやすいし、粉落ちもあまりしないので、うん、そのフィット感もすごく大好きで、旅行行く時とか、うん、あの帰省してる時とかに、うん、なんか持って行っちゃうパレットだったなと思ったので、うん、今回はベスコスにさせていただきます。うん、鏡大きいのが結構確かに、ね、そうなんですよね、確かに確かに、これですごくメイクしたなと思います。鏡大きいの本当に重要、結構イエベさんブルベさん関係なく使えるかな、確かにプレゼントとかにも超良さそう、うんうん、ありがとうございます。次はアンナさん、はい、お願いします。はい、じゃあ私はこのアバウトトーンのティントリップをベスコスに認定しました、うん、実はももかさんに教えていただいて、うん、これめっちゃいいよってご利用されまして、で、買いましたその日に。すっごい本当に
本当に消えなくて、こっちは結構残ってたので分かると思うんですけど、可愛い、いい色、ツヤツヤツヤ、なんか冬つけたくなるような、可愛い可愛い、グロスみたいなペタペタ感じゃなくて、うんうんうん、なんかオイルのサラッとしっとり感、そうですね、うん、本当におすすめです。じゃあもう2色追加してます。すぐ買う。ぜひプリマリで買ってください。イエーイ。じゃあ続きまして、はい、はい、モネさんお願いします。続けて上のクッションですね。イエーイ。新しく出たやつです、うん、カバーラスティングフィックスクッション、うん、私21号を使ってて、うん、結構薄付き、うん、で薄くつけてもカバー力もあるし、うん、クッションが珍しいクッションです、はい、うん、初めて見たときすごいびっくりしました。で気持ちいいですよね、肌当たりもすごくよくって、うん、香りも、うん、結構1個買えばずっと使える感じです。いや本当にお直しとかで使っても結構こう浮いちゃう感じがなくって、うん、すごいね、うん、やっぱこう薄くつくっていうのもあってすごい便利なのと、あと SPF50 で PA4 プラスなんですよ。だからやっぱ日焼け止めのお直し、うん、お直ししながら日焼け止めの効果もお直しできるよっていうのも、うん、あの推しポイントですね、うん、みんなでもね結構これみんな使ってるよね、これ結構みんなこれベスコスです、はい、ナイスですね、ナイスですね、ナイスですね。皆さんいかがでしたか？気になるアイテムがあればクリマレでぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。안녕!